全国のスラッシュアックス使いの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。モンスターハンターライズ楽しんでいらっしゃいますか？グランドカオスが匠さんで白ゲージになるので、それで強靭につけるとめちゃくちゃ強いですよ。マジマジでした、申し訳ございません、気づいておりませんでした。私バカみたいに強かったです、この武器。ですね、このディアブロスのスラッシュアックスなんですが、これ皆さんね、ドンキ使いで使ってる人もしかしたら多いかもしれません。新眼ドンキ使い、匠さん強靭の方が強いです。どう考えても白ゲージが出るんですよこの武器ね。コメントで教えてもらったんですけども、匠さんを積むと白ゲージが出るとちょっとだけね。なのでこれで強靭研磨をして強引に白ゲージで運用していくっていう方法で、今回はこのスラッシュアックス使っていこうと思うんですが、こうするとですね、レックスラッシャーとね、ほとんど変わりませんね。なんならね、こっちの方がちょっと強いぐらい、ダメージ的には。一発のダメージは。これをね、ちょっと見せていきたいと思います。で、前回レックスラッシャーの、装備紹介の時に、ティガレックス買ったんですよ。なんで、今回比較するために、今回もティガレックスでやっていこうかなと。これでね、どっちが強いか分かると思うんですよね。ダメージ的にね。ぜひね、前回の動画を見ていただければ、分かると思うんですが、ほんとね、今回結論から言いますけども、タイム同じでした、ほぼ討伐タイムなんで、マジでどっちも最強でした。ディアブロスのこのスラッシュアックスとレックスのスラッシュアックス、マジでどっちも強いわ。うん、どっちも強い、結論で。一発のダメージはちょっとだけこっちの方が高いけど、使いやすさではレックスラッシャーの方が上回るし、マイナス回心があるんですよ、少しだけね。レックスのマイナス回し消してたんですけども、となので、マジでどっちでもいいという結論になりましたが、とりあえず見ていきましょう。これはちょっとバックステップでも避けられる。で、おい、おい。で、まずはね、腕をぶん殴っていくって感じですね。これね、最高ダメージね、頭にぶん殴ると200出たんですよね。200は出なかったんで、レックス。あ、これ危ない。ゴリ押す。混合連符でゴリ押し。さあ、あ、やばい、無理。あはー。混合レムでご了承していると掛ける虫なくなりがち。スラッシュアクサーだ。だからこれは天然の落とし穴に引っかかってもらう。で、頭をしっかりとぶん殴っていき、わかります、ほら、200出たでしょ。わかります ?200 はね、出なかったんですよ、レックスラッシャーは。なんで、一撃のダメージ的には、まあもちろんこっちの攻撃力もちろん高いんで、どう考えてもこっちの方が強いのわかるんですけども、そういうことよ。つまり。で、ディガレックスはしっかりとこの、あ、これ切れ味落ちましたね。こんな感じでね、すぐ切れ味落ちるんですよね。白ゲージマジでほんと1ミリくらいしかないから、あ、やばい。でこれで閃光弾を投げて砥石をしてしっかりと研いで、切れ味を戻していく。これをね、結構ね、そこそこ頻繁にやらないといけないんですよ。だからちょっとめんどくさいっていう、そういうデメリットはあります、この武器。ただしこれが苦じゃないという方であれば、俺もそんな苦じゃないんだけど、これが苦じゃないという方であればめちゃくちゃいいね、この武器は。砥石を高速化3がね、結構今作簡単に進めるんで、なんかね、強靭研磨がマジで強いと思ってる。昔はね、強靭研磨結構めんどくさかったんだよね、砥石を高速化入れなきゃいけないとかあったんだけど、今作から結構1スロ余るんで、砥石を高速化結構簡単に入るなと思ってて、なのでそういう意味で強靭研磨がめっちゃ強いなと個人的には思っている。で、これはもうめんどくさいから、もう即座に大技っていく。もう総流とかね、ミスも楽しくないんでね、はい。やってるのもあんまり楽しくないんで、なんならスラッシュアックスで殴った方が強いみたいな話あるから。で、しっかりとまた、砥石師匠で更新して白ゲージを、で頭殴っていくと。右腕どうした、もうさ、右腕どうした、右腕異次元の角度になってるけど。さあ、これでしっかりと足を壊してダウンを取っていく。で、元気味のいいところはひるみと気絶が入るところなんですよ。そう、こういうこと、こういうことです。気絶も取れます、この武器は。KO 術2をつけてるとクエスト中1回は気絶してくれるんですよ、大体。これが強いですね。ちなみにマルチだとちょっと難しいですね。マルチだと気絶中の耐性値上がってるんでちょっと難しいが、元気民だけで気絶を取るのはソロだったらいける。 KO 術2で、大体このぐらいで、気絶が入るって感じですね。頭ちゃんと殴れればね。さあ、めちゃくちゃ外野行動を取っていく。それはやばい、調子乗った。これね、欲張って攻撃するとね、被弾しちゃうんで、まあ、基本的にはスラッシュアックスの立ち回りはあまり欲張んない方がいいです、はい。さあ、捕獲ができるということで捕獲していきましょう。はいはい、寝ていく、いいね、猫ちゃん優秀で、ここで、シビライナーを設置して、あたふたあたふたしてんな。で、弾投げて、
はい、オッケー、いいですね。でこれでね、後で見せますけどね、5分1秒でしたね。5分1秒で、あの前回のレックスラッシャーは5分4秒とかぐらいだったんですよ。マジで同じくらいじゃない、本当に。これクエスト情報で5分1秒、これね同じくらいなんですよ、本当に。だいたいこんぐらいなんですよ。だからどっちが早いとかね、なんかねあんまなくて、マジでどっちもこんな感じだったから、僕の結論なんですけども、グランドカオスとレックスラッシャーはどっちも強いんで、見た目好きな方を使ってくれって感じで、砥石仕様高速化を少し減らしていい方はどっちかっていうとレックスラッシャー、グランドカオスの方は結構砥石しないといけないっていう、まあ、そんぐらいの違いですね。はい、というわけで、早速ね装備紹介やっていきましょう。はい、というわけで、装備詳細の解説をねしていきましょう。皆さんが気になっているのは分かってますよ。グランドカオスとレックスラッシャーどっちが強いのと、どっちが強いのっていう話だと思うんですけどね。これねマジで同じくらい、これマジで同じくらいだわ。すげえいっぱい使って、僕テガレックスで今練習してたんですけど、使ってたんですけど、これマジで同じくらい、これ一長一短なんですよね。でね、これねグランドカオスとレックスラッシャー、まあほぼ同じぐらいっていう意味なんですけども、まずね攻撃力は、グランドカオスの方が高くて、しかもこれ匠をつけると、視聴者さんからねコメントで教えてもらったんですけども、匠をつけると白ゲージ出ますと、この武器なんで匠3を入れて白ゲージ運用してるんですよ。で、レックスラッシャーももともと白ゲージだったんで、これねゲージ切れ味はもう完全に同じですよね、こことここで。グランドカオスはちょっと白ゲージが短いんですよ。でレックスラッシャーはちょっとだけ長いということで、今回の運営方法だとね。なのでまあ切れ足的にはちょっとこっちの方が優秀なんだけど、ただ見てもらうと分かる通り、攻撃力はグランドカオスが268でレックスが260なんですよね。これスキルで攻撃これは7まで積んで、こっちは匠に入れる都合上攻撃5までなんだけども、これほとんどあ変わんないんじゃないですか。で会心率はグランドカオスの方がマイナス 15% でデメリットがあって、レックスはこれ見切り4積んでるんで消してるんですよ、見切りを。だからこれこうすると何が起きるかっていうと、マイナス会心がグランドカオスの方は発生するんですね。マイナス会心が発生するとダメージが下がると。なんで総合的に見るとマジで同じくらいなんですよ、これマジで同じくらい、本当にコースつけがたい、本当にね。で元気値はレックスの方が高いですね、これレックスの方が高い、33で、でグランドカオスは、22なんで、これねマジでお好みだわ。これ使うどっちが強いんですかっていうと、マジでどっちも強いし本当の味ぐらいだから、どっちでもいいっていう結論に僕は至りました。白ゲージ出たんでグランドカオスは、これ皆さんドンキ使いで使ってる人多いと思うんですよ。これ白ゲージの方が全然強いです、明らかに。もちろん切れ味補正がかかるっていうので分かると思いますけど、はい、なので白ゲージ出して匠で運用するのがおすすめで、今回見ていただいたティガレックス戦が5分ぐらいでしょ、ちょうど5分ぐらいで、前回のレックスラッシャーの装備紹介でティガレックス買った時も5分ぐらいで、ほんと同じぐらいなんですよね、これなんで、まあ、僕のプレイングスキルっていうのもあるかもしれないですけど、これマジでどっちでもいいなって思いました。はい、使ってて、で早速ね、前置き長くなりましたけども、スキルを、見ていきましょう。で今回のキーポイントはこの匠さんですね。匠さんで白ゲージを出し、で強靭剣またと、砥石を高速化で白ゲージを維持する。こっちはねちょっとね短いんで、白ゲージがだいぶね砥石を高速化に助けられる部分がありますね。結構研げます、クエスト中3回かぐらいは研ぐかなって感じなんで、3回か4回ぐらいなんで、砥石をするのがめんどくさいっていう人はあんまおすすめしないね、この武器は。まあ俺はあんま気にならないけど。で、いつものハッピーセット、強化持続と高速変形入れて、で、これ、攻撃5までしか詰めませんでした。僕のお守り的に。匠レベル3とか、強靭剣馬とか入れるんで、まあちょっと5まで、まあ、もともと攻撃力が高いんでね、まあそんなに気にならないですけど、これで攻撃レベル5でもレックスラッシャーにはちょっとだけ勝ってるみたいな感じなんでね。で、あと、KO 術は、これおまけでついてるんですけども、結構強いですよね。これ元気瓶なんで、これ僕攻撃3、KO 術2っていうお守り持ってるんで、まあ、これを使ってるということですね。で、回避距離アップレベル1はあった方が、モンスターに張り付いていけるんで強い。で、ひるみ経験は、まあ、マルチよっていう。まあ、そんな感じです。で、V なんですが、防具の、オロミドジュラ、これ、マガイマガトのやつですね。匠ついてるやつ。で、ジャナフ、アシラ。
アシラ結構優秀なんだよ ね、 これね、スロットがすごい多くて。で、お守りさっき言ったように、攻撃さんの KO 術2っていうやつですね。まあ一応ね、装飾品も見せておきますけれども、あまり意味ないかもしれないけど、対象、合人合人、研磨研磨研磨、合人、側辺脱機脱機、匠紅葉脱機っていう感じですね。本当にね、めちゃくちゃ困ってる今。これなんか、最強のスラックどっちですかって聞かれたら、マジで今答えらんないっていうぐらいの僅差なんですよ、これ。なんで、マジで見た目で選んでいいレベルだわ。俺はちなみに、見た目はレックスラッシャーの方が好きなんですよ。好きなんですよ。ただ、グランドカオスは一撃の重さがあるんで、ロマンは少し高いですよね、こっちの方が。なんで、これどっちにしますって言われたらね、5時間ぐらい考えて、もう結論出ないと思うわ。うん。っていう、そういうスラッシュアックスの装備紹介でございました。ということで、最強スラッシュアックスは、レックスラッシャーと言いましたが、ぶっちゃけどっちも1位でした。という結論です。本当に申し訳ございません。死んでお詫びいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。